ガブリエラ・パパダキスは、ギリシャ系のフランスの女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ギオーム・シゼロン。世界フィギュアスケート選手権、優勝4回。ヨーロッパフィギュアスケート選手権、優勝5回。2018年ピョンチャンオリンピック銀メダル。2016年欧州選手権表彰式2012年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権9歳から10歳の。 頃にかけて、コーチでもある母のカトリーヌの勧めでチームを結成した。2009から2010シーズンにジュニアグランプリシリーズにデビューした。2012から2013シーズン、リオンに移籍し、ミュリエル・ザズーイのチームに加わった。ジュニアグランプリシリーズでは2大会連続で金メダルを獲得。フランスのカップルでは初めてのこととなる。 続く、ジュニアグランプリファイナルでは、銀メダルを獲得。フランスのカップルでは、初めてのメダル獲得となった。世界ジュニア選手権では SD、SD2 位。FD に向けての練習中に足首を負傷し、テーピングをして挑んだ FD では演技の中断があった。ものの、銀メダルを獲得した。2013から2014シーズン、シニアクラスに行こう。 初めてのシニアの大会のニース杯で優勝。エリック・ボンパール杯で5位、ロス・テレコム杯で7位。欧州選手権は、ナタリー・ペシャラ、ファビアン・ブルザ組の代わりに出場し15位。2014から2015シーズン、コーチのロマン・アグノエルと共に、カナダのモントリオールに練習拠点を移し、マリー・フランス・デュブレイユ、パトリス・ローゾン夫妻のチームに加わった。中国杯では、 グランプリシリーズ初の表彰台を優勝で飾った。エリック・ボンパールハイでも優勝し、グランプリファイナルに進出。そこでは、銅メダルを獲得した。欧州選手権では SD で、初の70点台を出し1位。FD でも、自己ベストを更新し初優勝。前年の15位から大きく、ジャンプアップした。世界選手権では、 SD4 にスタート、FD では大きく自己ベストを更新し逆転優勝。フランスのカップルとしては7年ぶりに世界選手権の頂点に立った。10代での優勝は1975年のイリーナ、モイセイは以来40年ぶりのことである。2015から2016シーズン、8月の下旬の練習中に転倒し脳浸透を起こした。その影響で、 パニック発作や鬱病、記憶障害、必要未症に苦しみ、治療を受けていると報じられた。医師や神経学者との相談の結果大事を取り、エリック・ボンパール杯と NHK 杯の出場は辞退した。フランス選手権では連覇を果たした。欧州選手権では SD2 から逆転優勝した。 世界選手権では SDFD すべてのエレメンツでレベル4を獲得。FD の歴代最高得点を更新し、連覇を果たした。2016から2017シーズン、フランス杯で優勝。NHK 杯では、同門のテッサ・バーチュ、スコット・モヤ組に次ぐに。続く、グランプリファイナルでは2年前から順位を上げ銀メダルを手にするも、バーチュ、モヤ組に敗れた。 欧州選手権では、タチアナナフカ、ロマンコストマロフ組以来、11年ぶりに3連覇。バーチュ、モヤグミと3度目の直接対決となった、世界選手権では、FD で、歴代最高得点をマークするも、SD ので遅れが響き2位だった。2017から2018シーズン、中国杯から、ISU 公認の大会4連勝。 いずれも連勝するたびに FD と総合の歴代最高得点を更新するという快挙であった。バーチュ、モヤ組と5度目の直接対決となった。ピョンチャンオリンピックは SD で演技中に衣装がはだけるアクシデントに見舞われて、バーチュ、モヤ組に続く2をくれた。パパダキスはとても気になって仕方なかった。五輪の舞台で最低の悪夢ですと話した。 翌日の FD では、自らの2種目の歴代最高得点を更新したが、直後に、最終滑走のバーチュ、モヤ組に、さらに総合の最高得点を更新されて、銀メダルに終わった。バーチュ、モヤ組が休養に入った、世界選手権は SD での衣装アクシデントがなく、完璧な演舞を見せると勢いが止まらずに3種目での、歴代最高得点を更新。 二年ぶりの優勝を飾った。2018から2019シーズン NHK 杯からの指導予定だったが、現地10月31日の練習中にシゼロンが転倒し腰を負傷したため NHK 杯を棄権。フランス国際からの指導となり、連覇を狙っていたグランプリファイナルは絶望的となったが、それでもフランス国際以降の ISU 公認の 大会3連勝を3種目での歴代最高得点更新連発で決めた。その後の国別対抗戦は、フランスチームのアイスダンスメンバーとして出場したが、RD でシゼロンがツイズルでふらついたのが響いて、連続の3種目歴代最高得点更新こそ止まったが、FD と総合得点で歴代最高得点を更新。アイスダンス部門のトップとなった。 2019から2020シーズンは、前年度に続いて、フランス国際から指導し、RD で、歴代最高得点を記録したが FD は思ったより、得点が伸びきれなかったものの優勝だけは確保した。その後の NHK 杯は RD で、アイスダンス初の90点台を記録するなど3種目の、歴代最高得点を更新しての圧勝で2年ぶりに、グランプリファイナルの舞台に立った。 しかし、GP ファイナル本番は RD で、ミッドラインステップのスタンブルとツイズルでの緩い、回転が響いたどころか、FD も得点が伸びず、2017年中国杯から、続いた、ISU 公認大会での一つ以上の、種目歴代最高得点更新が途絶えたが2年ぶりの優勝を果たした。6連覇を目指した欧州選手権は RD で首位に立つが、 2位のビクトリア・シニチナ、ニキータ・カツラポフ組とはわずか0.05ポイント差と、逆転されてもおかしくない位置に立ってしまう。そんな中で迎えた FD は、ステップのミスや自らが、スタンブルする、と、本来の出来ではない結末となり、シニチナ、カツラポフ組の逆転優勝を許して、準優勝に終わった。パベタキス、サイゼランアメイズドバイサドンサクセス。 ハットビクティム D、ユムコモーションセレブラル、ガブリエーラパベタキスエデルトゥールシュールラグラース、パパダキス、シゼロン組、エリック・ボンパール杯と NHK 杯を欠場へ、ハットパベタキス。サイゼランウィズ・ドロー・フロム・グランプリハット、アイスダンスで、フ代表の衣装はタける、選手は、アクムと、ナミダピオン・チャン・五輪。ヤフーニュース。2018年2月19日閲覧。 オープン参加でジュニアクラスとして出場。ありがとうございます。